久しぶりのツタヤ旅。あ、ツタヤじゃない。スタバ。めちゃめちゃ並んでる。はい、こんばんは。めちゃめちゃおめでとうございます。限定の抹茶玄米茶餅フラペチーノ、いただきます。いただきます。餅が、あ、本当だ。あ、でも意外と甘くないね。あ、玄米のなんか香ばしい香りすごいするね。今年初甘酒。おお、晴れたよ。夫婦います。お邪魔しました。最近お母さんがハマってるこの、なんだろう、これデザートワインみたいなやつ、ちょっと発泡酒系のと、京都の純米大吟醸さらなり、京都のお米で作ってるやつ、これをちょっと熱燗にしていただこうと思っております。ちょっとずつ入れて、お母さんそれ何回乾杯。これうわー、あー美味しい。飲みやす、まろやか、甘。どれくらいだ、飲みちゃう、あれだね、あれを買わんときに乾杯。久米さんのね、今チャンネル登録者数が50人いきましたよっていうかわいいプチお祝いをしております。全然関係ないですけど、お祝いはこれファミマのね、ムーチーマン、これ多分沖縄限定なのかな。中を開けると、はい、紅芋あんとムーチーっていうお餅があるんですけど、沖縄にそれのお餅が入ってます。ゲットのね、香りがすごいするんですよ。今年初、1年ぶり、冬にしか出てこない限定品。いただきます。緑の餅。うん、うん、うまい。熱燗待ち、熱燗待ちです。もういいんじゃない。あ、もういいよ。ダフマルジュニアの威力が半端ない、火力。あ、もったいない。お家にね、あのとっくりないんで、なんか時期のあのこういう湯飲みみたいな、これ一応焼酎飲むやつなんですけど、これに入れて温めてます。いただきます。乾杯。うん、あー美味しい。うまい。このさ、甘いの食べてるんだけど、なんか甘いよね、うん、なんか負けてないわ。うん、美味しい。どうですか久米さん、50人。めっちゃちょこちょこ、かわいいね。50人とか。いや大事よ。 YouTube とか多分何でもそうだと思うんだけど、登録者数が少ない時って登録者数がやっぱ増えるのが遅いのよ、うん、どんどん多くなっていくと速度が上がっていく、普通は、うんうんうん、普通はね。だからその今一番増えるスピード的には遅いはず、うん、まあ、そんな中ででも50人っていつ始めたっけ。2ヶ月前に一応1回目投稿してる。いいね。で最近毎日っていうか、まあ、ほぼ毎日ぐらい上げてるもんね。ちょこちょこね、うん、やっぱそれも大きいだろうね。一番最初の動画とか4分だよ、うん、皆さんぜひ、久米さんのところに遊びに行ったことない方いたら、あの下の、ね、概要欄にリンク貼り付けておくので、南の島っ子ゲームズっていうゲーム実況チャンネルかな、はい、っていうのがあって、うん、そう、なんか多分上前さんが言ってくれてるから、うん、上前さんのチャンネル登録者さんが何人か来てくれてるの、うんうん、あ、いいじゃん。なんか上前さんのところからひょろっと来ましたとかコメントかかってめっちゃ嬉しいけど。よかったよかった、ありがたい。私のねチャンネル多分ほとんどあの男性の購読者さんだと思うんですけど、勝手なイメージだと思うんだけど、うん、女性より男性の方がゲームやってる人多い、確かにイメージあるから、うんうん、興味ある人も結構いるかもしれない。ゲーム配信とか、めっちゃ下手くそですよ。その成長過程を見ていってほしいって感じです。なんか最近自分の本当に最初にやったぐらいの
動画を見てたんですよ。めっちゃ下手くそだけ、うん、だんだん上手くなっていってるのは分かる。それは何のゲームだったの？バイオハザード。最初普通の難易度でやって、最初の途中でレベル。バイオハザードはね、でもあのなんていうの、そのゲームの難しさと別に怖さもあるから焦るじゃん。怖い、うん、しかも怖いゲームとか怖い話とかすごい苦手なんですよ、うん、なので、まあ、そういうゲームをやらされるとね、やっぱり焦っちゃうよね。そう、なんかそう、それも書かれてたコメントに、うん、怖いから、うん、なおさら考えられなくなって、なんか判断ができないから、うん、このアイテム取りこぼしとかもなんか多いっていうコメントがあってから、うん、焦るからね、うん、周りが見えなくなっちゃうもんね。ひたすら逃げようとしてるゾンビから。バイオハザードっていうゲームがあっては、知らない方、ゲームやってる方はね、多分ほとんどの人が知ってると思うんですけど、ウイルスが世界中にちょっと漏れちゃって、でそのウイルスが人をゾンビにさせるっていう、でそのゾンビをやっつけながら、うん、あのクリアしていくゲームなんですけど、まあ何回もねやられてたりとかね、したよね。この1時間の間に何回死んでるんだろうっていうまあでも無事終わったんですよ、それは。バイオハザードはだからね、もう超嬉しかった。でもあれでしょ、リクエストが多いのはやっぱりバイオハザードでしょそう、自分が次何しようかなっていうのを言ったら、コメントとかで次あれやってっていうのが、もうバイオハザードとかの種類をよく言われて、うんうんうん、やっぱみんな怖い話のストーリーが好きなんだっすね。やっぱドキドキハラハラエキサイティングっていうところだろうね、うん、せっかく上前さんのチャンネルから来てくれてる人もいるから、ドキドキコラボ対戦をこの間ね、初めてあのちょっとコラボ動画を上げたんですよ、あの久米さんのチャンネルでね。あのストリートファイターっていう格闘ゲームをただやるっていうあのゲーム配信をしてね、そうそうそう、すごい低レベルなあの対戦でしたけど楽しかった、うん、それはそれで楽しかったね。何ヶ月か前にね、その久米さんが、まあ、こういう配信をなんかするかもしれませんというか、したい、興味がありますよっていう話をドライブ動画かなんかでね言ったことがあるんですけど、うん、あれからね結局、まあ、実現できてるからね。あ、そう。でその時もね、やったら見に行きますっていう方もいたんで、嬉しいよね。嬉しいね、よかったね。そう、もう50人越してるからね、嬉しいね。ありがたいね。最初1人1人2人増えるだけでもうおーってなったけど、うん、50人増えてる、うん、なんか最初の頃ってす大体はこう知り合いとか、そうそうそう、友達がやってくれて、でもそこからちょっとしたらやっぱり自分の知らない人たちがちょこちょこついてくると、またあれだよね、うん、嬉しいよね、うん、そうそうそう、面白い。確かに。しかもあのやってる時にコメントくれたりするのも超嬉しい、チャットでね、うん、まあ、ライブ配信のそこは楽しさだよね、うんうん、私のチャンネルでもねライブ配信やろうと思ってるんですけど、今度ね久米さんとコラボして配信してみようかな何喋るか喋ることがなさそう。カメラのこととかも全然別にカメラのことを話す、別に配信をしてるわけじゃないそういうこと。ただあの時は本当にノープランで、あの自分もドタバタして配信始めちゃったから、タイトル付けもね、まあ、そのカメラ系だったっていうか、その A7IV とあのワイヤレス GO2 ってこのマイクね、はいはい、マイクを使って配信をしてみますみたいなタイトルにしたから、セットアップの話から入ってったから、まあ、その自然にそこに流れたけど、久米さんがいたらいたで、やっぱ会話をする時ってその場にいる人との会話をするわけだから、まあ、久米さんがいることによっていろいろ話がまた違う内容になるかもしれないし、まあ、でも上前さんが使ってるガジェットの名前は少し分かってきてる、うん、お例えばそう、さっきのワイヤレス GO とかあんなのさ、普通に多分生活したら絶対分からんから、久米さんに撮ってもらうこともあるんですよ。写真の撮影とかをした時に、その時の動画をちょっと撮ってもらうこととかあるんですけど、ちょっと暗いとかなったら IS を上げてとか、そうそうそう、そういう用語はちょっと、そうそうそう、今分かるもんね、はい、ISO と ISO とか、うん、あれも分かるよ、C スタンドとか急にスタンド今後の目標は、目標、うん、今日 YouTube のアイコン作ったから、あ、プロフィール の, あの写真ね、そうそう、うんうんうん、まず1個目の目標はバナーを作る。あ、バナーね。あとはあのショートを頑張ってもっと上げれるようにする、うん、あ、ショートね、動画の編集が難しいから、うん、でも今編集ソフトもあのもともとデフォルトで入って、久米さんの PC にもともとデフォルトで入ってる iMovie か、うん、iMovie で編集してるんですよね。なんかスペックが間に合ってるかどうかちょっと分かんないんですけど、配信ができるかどうか。だから自分のパソコンで配信したことないんだよね。ない。いつも私の、あの2019年の iMac で
配信をしてるんですけど、OBS とか使ってで HDMI とかで PS4 Pro をつなげて、うん、でまたマイクとかもその USB とかでねつなげて、なんか Zoom H6 から、ロードの ATG3 っていうマイクをつなげて音を収録してたりとかするんですけど、それをパソコンにそのままオーディオインターフェースとして、まあ、取り込んだりとかしてるんですけど、まあ、そういうセットアップを同じようなことがこの2017年か16年ぐらい の、 あの MacBook Pro でできるかどうかがちょっと分からなくて、まだやったことないけど一回やってみたらいいかもね、うん、画面がちっちゃくて、画面が確かにちっちゃいそうだね、その問題もあるね、うん、久米さんの次の目標としてはゲーミング PC を買う、でモニターも買うんだよね、買いたいんだよね、 PC ゲーム小部屋を作りたい、全部今上前クオリティだから全部久米クオリティにしないといけない、そう今ちょっとね私のお部屋でね撮影もしてるので、自分が編集をしてる時に久米さんができなかったりとか、久米さんが撮影してる時、まあ、自分は編集を MacBook Pro でしたりとかしてるんですけど、今 MacBook Pro がちょっと故障中なんで2019年の iMac を取り合ってる感じじゃあ上前さん編集してるんだったら、じゃあ明日でショート作るよっつってショートが全然できないっていうバナー撮影の写真のカメラマンは上前さんにお願いしようと、よろしくお願いします、勝手に勝手にとりあえずおめでとうございますということで ありがとうございます、この後もうちょっとね飲んでちょっとゆっくりして久米さんの50人祝いをねしたいと思います、かわいい、はい、皆さんぜひぜひコメント欄にでも久米さんおめでとうってね言ってもらえたら、もしくは久米さんのチャンネルに行ってね、あの久米さんおめでとうと、はい、言っていただけたらね多分嬉しいと思うのでだいぶということで、ぜひぜひまた久米さんと私のチャンネルね遊びに来ていただいて、動画よかったらいいね評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします、よろしくお願いいたします、はい、で皆さんまた次の動画でお会いしましょう。